やっとドキュードリンクや。はい、ほいだらまあ特に困ったルールもないんで、まあ演者使ってる人もいないんで海洋権もまあなしですけど、まあキャラがいないんで。おいだら、じゃあ1戦目から始めていきましょうかね。SP 大会1戦目、ウーテロ対チュイ。さあさあさあ、ついさっきまで、決勝リーグで戦ったとこですが、1回戦第1試合いきなりウテロ対チュイということで、さあ、ワンピー側がチュイの右京、ツーピー側がウテロの吉田。さあ SP はなでしこなでしこっていう感じじゃないんですけども、まあそれでもなでしこ強かったとか、なんのかんので。さあ、チュイさんの真の力が発揮されるのは SP と言いつつも体力結構リードされている状態。さあ、10回先に連打して、さあ、武器を拾いたいが、拾うのにこいつ時間がかかるんだよね。さあ、何のかんのでステージ状態で武器が遠くなる。さあ、崩しからさあ、別に刀なんかいらねえよって感じで素手で、さあ崩して、時間切れ。さあ体力差をそのまま生かして、タイムアップでまずはトラが1本。さあ今の後転は何だったんでしょうか。一発もらってしまう。崩しが入って、さあ無印に比べると強地ゲージがすごい長いんですけど、時間はだいぶ短い。さあゲージを吐かざるを得なさそうな体力差。さあ崩しが使ってしまう。ツバメガード、ここは爆発で、おっとダッシュ中切りからなでしこ。はい、じゃあ次の試合が注意対モルドフ。これにて終了。さあ、ワンピー側がモルドフのバサラで、ツーピー側が注意の今日。いざ尋常に一本目勝負。さあ開幕前転から駒投げ狙ってたんでしょうか、追い返されてしまう。さあ、はじきから大斬りで、さあ、崩し切り、おっと、ふんわりジャンプ、ツバメが出ない、ツバメが出たけど、空振ってしまう。さらにツバメ、今度はヒット。ガードするが反撃入らない。転がして追い打ち。さあ微妙な体力でここで崩しをもらってしまう。さあ時間が足りない。さらに一発もらってしまった。2本目。さあ2本目、さあ右京さん、この試合は落としたくないですが、さあどうなるか。バスタラが怒り状態、ツバメがヒット。さあ中段をガード、反撃するがガードされて武器飛ばし、
っぱりトランプをもらって追い打ちまで。さあ武器が拾えてない、拾えてない。さあ拾えなかったのがかなり響いてしまったか。ツバメ崩し切り。さあダッシュから近づいて崩し、体力はまだ受けをリードか。爆発、さあこれで体力入れ替わったっぽい。ちょっとずっぱりジャンプ大切り、右京さん真っ二つ。これにて終了。はい、1P 側がモールドクバカラ、 2P 側がウクロヨシトラ。いざ尋常に1本目勝負。さあ勝った方がとりあえず勝ち抜けになりますね。さあジャンプ台から宙切りキャンセル、なでしこはガードされてしまう。反撃に崩し切り。さあ崩しで返す追い打ち。SP の崩しは確か固定ダメージだった。7回か6回かで死ぬんだっけ。6回か。濡れ玉出そうとしたところにダッシュ中が刺さって、なでしこ2本目勝負。バサラ側が結構ガンガンしばいて体力差がかなりついた。しゃがみ台からの追い打ち、ごっそり持っていく。と武器飛ばし、発生が遅い。3本目勝負。ガードされてしっかり反撃、バサラが取り返しての3本目。遠距離の大斬り、カス当たり、3、4、5、5発目が5発目がさあ大なでが空振って大斬りが刺さる。壊し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 。後ろに崩して、さあバサラも崩し返す。さあここで境地、これはしっかりガード、爆発して、おっと、さあ体力か、ここで追いついた。さあどうなる、お互い一発で終わる。壊し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 。最後になんか刺さっちゃった。さあこれにて終了。はい、じゃあ一つ目のリーグはモールドフバサラが勝ち上がり。はい、じゃあ二つ目のリーグ、ワツジ対平井。
立花の侍魂見せてみよう。いざ尋常に。さあ、二つ目のリーグの第一戦。ワンピー側が、わー、辻右京、ツーピー側が平井顔。さあ、まずはガオーが体力リード。しゃがみ大切りです。転ばして、さあ右京体力半分なくなってる状態。さあここでツバメいい感じにヒット崩し、さあ飛んできたところをツバメでしっかり返す。さらにツバメ、おっとふんわりジャンプにはしっかり遠距離大切り。2本目こっそり持っていった。さあダッシュ中段はガード。さあツバメと大切りが勝ち合ったっぽい。さあパチパチパチキで、さあ体力はお互い、まあ、半分程度でしょうかね。さあ中段がえらい減ったな。さあ崩し切り、さあ強地ゲージ貯めて、ここは吐いていく。さあこれは決まるか。おっとここで爆発、絶命をガードさして、なんか空振ったところに槍が。右京さんこれまた真っ二つ。これにて終了。はい、じゃあワーツ自体伊吹死んで、尋常に一本目勝負。さあワンピー側が、ワッツ住居、ツーピー側がイーブキシンのシャロット。ライスラッシュ、ライス腕でかわして、固くお互い固い。さあシャドウとかちょっともらってたが、札が刺さって、さあダッシュ台でかわす、かわしながら切る。さあ投げ縛りに崩しで返される、さらに返す。さあチクッと刺さって、さらにチクッと刺さる。さあこの体力、小足連打が入って右京が体力勝ち。2本目、さあ2本目、さあお互い中間距離でジリジリとトライスラッシュはしっかり削りダメージも許さないと。さあ中間距離の牽制牽制牽制でシャルロットがもらって、さあ中段がヒット。さあシャールの体力リード。はい、チック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 もらって、さあ攻めに行くが、なんかお互い崩しが出てないっぽい動き。さあツバメツバメで、さあこれは爆発で時間を止める。
さあ一発ごっそり当てたいところですが、ツバメもらってさらにツバメ、かなり強い。最後もツバメ、シャルロットが真っ二つ。これにて終了。ワンピ側がヒライガオ、ツピ側がエイブ自身のシャロット。さあ開幕にダッシュクルスキル、さあトスライブ、集団パワーグラデーション、跳ね返すが途中で消えてしまう。削り削りでまだちょっと寄りっぽい。ちょっと中段がヒット、さあ空対空落としてとキャンセルまで入って体力がひっくり返る。これはガオガが逃げ切り、2本目、さあ裏で追い打ちが入る。さあ大切りもらってしまった。さあシャルバーも大切りでやり返す。集団お互いダメの状態、崩しが入る。大切り、さあシャルロット大ピンチ、ここはもう境地使っとけと。おっとかわいいジャンプ、最後はパチキン。2つ目のブロックは平井顔のパチ抜け。これにて終了。はい、じゃあ3つ目のリーグ、いきましょうかね。はい、ラッキー対イノック。